はい、どうも藤田です。今回はですね、フレットが付いている楽器をフレットレスに改造したらどれくらいの期間とお値段がかかるかっていうのをですね、今後動画にしてみようかなという話です。だから今ね、今日これ今動画を撮ってるのが5月の18日ですね。リペアショップにメールを送って、でそのメールの返事を待ってというのから出来上が持って行って出来上がるというところまでをですね、一本の動画にまとめてみようと思ってます。では行ってみよう。まず今回ね、フレットレスになってもらおうという楽器はちょっと弦がもうここなんか切れてないんですけど、なんとアイバニーズの SR の6弦もうフレットレスになってからほとんど使ってなくて、なんか一回こう仕事で使ったことで、こうね一回これまあこかしちゃったんですよね。で確かね、なんかこの上のハイフレットの方がちょっとへこんじゃって、まあフレットのビビりが出たんですよ。だからまあフレットのすり合わせをしないといけないなぁと思ってたところ、おフレットレスにしたら面白いんじゃないということでですね、フレットレスしてもらってます。今回はコーティングはしてもらわずにそのままで、弦をね、ブラックナイロンとかちょっとナイロン弦に貼って、なんか面白いんじゃないかなというわけで、このアイバニーズの6弦をですね、フレットレス加工してもらうということで、今メール送ります。メール送りました。今回お世話になるのは、あの前ね、僕のこのメインのあのフェンダーのこのジャズベースのエポキシ加工をしてもらったリペアショップにお願いするんですけれども、去年フレットレスのエポキシ塗装をお願いした藤村達也と申します。その節は大変お世話になりました。まあ季節のご挨拶から始めております。おかげさんで楽器は大変好調です。ありがとうございます。いや本当に素晴らしい出来でありがとうございます。またね、お世話になろうと思っておりまして、今回はフレットレス加工カットコーティングなしのお願いです。楽器はアイバニーズの SR6 弦モデルになります。これね、これね、基本お願いしようと思っておりますが、まあ本当にもうお願いする気満々でございます。気になるお値段と納期がどれぐらいなのかお伺いしてもよろしいでしょうか。よろしくお願いします、藤村達也。というわけでね、あの今これメールを送りました。なんでこれのちょっと返事を待ってですね、そして楽器を持っていくってなところまで行きましょうか。では返事待ち。メールが返ってきましたよ。藤村様、ご無沙汰しております。ご無沙汰します。楽器が変わっちゃったことは良かったです。本当に、ね、あの動画見てもらったら半分に、まあ、僕が弾いてるいつものフレットレスですよ。で、新たにフレットレス加工をご検討いただきありがとうございます。こちらこそ。6弦ベースのフレットレス加工は29,700円（税込み）からになり、納期は1ヶ月半から2ヶ月ほどになります。ご検討のほどよろしくお願いいたします。まあまあ3万ぐらい。ですね。で納期は1ヶ月半なんで、まあ6月、まあ、7月には来るというですね、2ヶ月ほどのプランですけど、まあよしこれで行きますっていう風にもうね送りました。でいついつこういう風に行きますよという風にね。でだからね、これが、だから僕がの、まあこれでもゴーサイン出してるので、で21日の金曜日か22日の土曜日に僕は予定的に行けるので、どっちかで行きますよと言ったところ、またすぐメールが返ってきまして、ジムラ様ご検討いただき誠にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。それでは21日金曜日の午前中から13時頃、ご都合のいい時にお越しくださいということですね。行ってまいりますよというわけで、まあそれでよろしくお願いしますというふうに返事を返したところ、もうありがとうございます、こちらこそよろしくお願いいたしますということでですね、わりかしこう思ったよりもトントン拍子でお話は進んでおります。というわけでリペアのところに楽器を持っていくという感じになりました。それに伴って春ゲームをこのリペアのあれが決まったことで今もう発注をかけました。ブラックナイロン弦、ラベラっていうメーカーのですね、ブラックナイロン弦、25、6年が聴いてるけど初めて弾く弦なんですよ。すごい楽しみで、それを、さっき今パッチをかけて、で今からコンビニ行って振り込んで、20日の12時から2時の間に届くように僕は配達しておきました。なもんでそこがその弦が来たらそれを一緒に入れて、そのリペアの方のところまで持っていくということですね。というわけで今からコンビニ行って振り込みに行ってきましょう。明日楽器を持っていくわけなんですけれども、その楽器に貼ってもらう弦が今届きました。ちゃんと上げていきましょうか。光るラベラのディープトーキンベースのブラックナイロンテープラウンドという弦をですね、今度
6弦のフレットレスに貼ってもらう用の弦ですね。これ貼ってもらうからも開けてないんで、開けないんですけど、見えるかな、弦が黒い。これすごい楽しみやな。あと楽器のチェックも兼ねて、こういう感じに普通のこれは、鉄の全部ニッケルラウンドの弦を貼りました。でまあチェックしてみたらすごくいい感じになってくれまして、ちょっと楽しかったんで、それの動画もちょっと撮ってみました。はい、どうぞ。まあね、こんな感じで非常に楽しく弾いておるわけなんですけども、でこれがですね、いよいよ明日工房の方に持って行って、このフレットを取っ払って、で約2ヶ月後ぐらいですね、どういう風になるのか非常に楽しみなんですけれども、じゃあまた明日。はい、というわけでやってまいりました。5月の21日金曜日、今から園田にあるリペアショップに持って行ってフレットレスに改造してもらう手続きをしていきます。よし、じゃあ行くぜ。さあ、じゃあ無事着きましたので、今から楽器屋さんに預けに行きます。このケース久しぶりに出した、めっちゃポロポロなケースやけど、まあまあいいでしょう。こちらです。よし、じゃあ行くぜ。無事今、楽器を、リペアショップに預けてきました。で、特に問題もなさそうなんで、このままやってくれると思います。あとは一つは連絡待ちです。楽しみにしてます。というわけで、楽器を注文してから結局は1ヶ月ちょいかな、今日リペアの方から作業完了のお知らせが来ました。いつもお世話になっております。アイバニーのフレットレス加工が完了しました。ありがとうございます。待ってました。ジュエリー代金は見積もり通り29,700円から税込みということでございます。それではお引き取りの日時が分かりましたらお知らせください。明日6月の28日に取りに行ってきます。というわけで明日また、楽器を預けているところまで行って取っていきたいと思います。そんなこんなでですよ、楽器を取ってきました。さあ、オープン。よっしゃー、来たよ。来ました。ほら、6弦のフレットレスで、すごいな、これ動画で見たら弦張ってるから見えへんや。ブラックナイロン弦を張ってもらっております。アイバニーズの36弦ですね。美しい。おいえ、おいえ、ちょっとね、そしたらね、アンプなんかに通してみたいと思います。面白い、弦が多い。分からへん、全然分からへん。全然分からへんけど、おもろい。ブラックナイロン弦なんで、すごいね、テンションがね、独特。練習してみます。というわけでフレットレスの6弦ベースが元に来ました。ということで今回はこの動画はここでおしまいにしたいと思います。でね、次の動画、まあ、ちょっと来週上がる動画はもう少しこの楽器のことを詳しく動画にまとめてみますので、そしたらぜひ次回の動画楽しみにしてください。ではこの動画が面白かったと思う方は高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。そして画面の下にある SNS のリンク、 Twitter、Instagram あります。そちらのリンクからフォローもよろしくお願いいたします。で、
あの、よかった動画の感想とかを SNS の DM とか、そして動画のコメント欄などでぜひ聞かせてください。では、ご視聴ありがとうございました。フレンチェス芸人藤村達也、藤達でした。また会いましょう。また。